政権与党幹事長はもり下げ男だ、選挙厳しいよ。自民党二階俊博幹事長は27日、BS 朝日の番組で14日夜に東京、銀座のステーキ店で、菅義偉首相らと8人程度の会食をしたことについて、別に8人で会っただけで、会食という、そんなことを特にやったわけではない。 飯を食うために集まったのではないとして、会食を否定した。新型コロナウイルス対応で政府が多人数での会食自粛を求めている最中の会合が批判対象に指摘されていると考えつかない。加齢から苦るおのおの働きの鈍さに気がつかないか。二階段を拾おうと、多くの場で出会った人たちで年に一回の忘年会を開いていた。 ちょうどいい機会だから首相も各界の代表的な人たちに出会っておいたらいいかなという感じでね。頭から3人とか4人とかできることではないと悪びれるでもない。司会者が飲食店で食事を共にしたら会食ではないのかと聞いても、ただそこでその時間に出会った。そこで出会って意見交換をする。 今の事態に対してもどう対応するかということなども考えているとしがにも書けなかった。28日朝の日経と読売新聞は9月に発足した菅内閣の支持率が42%に急落と伝えている。歴代不人気内閣と似た傾向の落ち込みの原因は政府の新型コロナウイルス対応を評価しないが大きい。 また菅首相のぶれない持ち味はここへ来て頑固、一部の意見しか取り入れないに一変した。政治と金の問題も響いた。安倍前首相の後援会が開いた桜を見る会前夜祭をめぐる安倍氏の説明に納得できないが74%。吉川貴盛元農相が収賄容疑で事務所の家宅捜索を受けた問題は納得できないが82%を占めた。 年末に来て相当厳しい逆風が吹き出した。特に政治とかねは特定野党が舌なめずりする格好の餌だ。菅内閣と自民党はしばらく謙虚、寛容に徹し、新型コロナ災いに苦悩している国民を励まさなければならない。そんな時に、国民に会食自粛、外出自粛を強く要請しながら、 自分たちは普段と変わらない動きを止めず、出会って意見交換としらっと言ってのける老人政治家に反感を持つのは当たり前だと思う。自民党は来たる総選挙に勝とうと思うのならさっさと精神な当人自害に踏み切るべき。不愉快そうな表情の幹事長にはお疲れ様、とされよ。歯切れよく国民を鼓舞する政治家の言葉が今こそ大切だと思うから。 お聞きいただき感謝申し上げます。